皆さんこんにちは、高橋山村です。このビデオブログは主に2つの目的で放送されています。1つ目は日本語を学習している人たちのリスニングの練習のため、2つ目の目標は皆さんに日本でモテるようになっていただくためです。日本で女の子、男の子からモテる人は聞き上手な人。今日このビデオを最後まで我慢強く見てくださったあなたは、昨日のあなたより少しだけモテレベルが上昇しているはずです。ここは日本の回転寿司レストランです。寿司が回転しています。お皿のデザインによってお寿司の値段が違います。値段に気をつけながらお寿司をピックアップしましょう。自分の大好物のタイです。マグロセットと貝セット、とても美味しそうです。アナゴ1本、これはでかい。最後にお店の人がお皿の数を数えるので、デザインごとに重ねてあげると数えやすいと思います。